絶版幻の昭和の線香平和の光30個ご注文いただきました多分今年で売り切れてしまいます金箔がすいてもげない国産仏壇お仏壇の販売が定食長田後期でございます2022年12月の11日5時49分外気は5度朝ド画でございます あの、ありがたいことにですね、平和の光30箱ご注文いただきました。昭和の、これ皆さん見たことがあると思うんですよね。おばあちゃんの家には必ずあったと思います。はい。あの、これ昭和の時代、これ平和の光終戦直後に作られたお線香ですね。実はもうこれ、もう2年ぐらい前に絶版になった、まあ、メーカーが廃業されたんですよね。これ安いんですよね。一箱330円。 もう、香りがですね、もう、<laughs> 昭和昭和って。まあ、ある意味、蚊取線香に近いんですけどね。ただもう、あの、昔はですね、家の気密が良くなかったですから、この平和の光はですね、匂いがきついんですよ。で煙がたくさん出ます。その方が良かったんですよね。ただ、今の家には若干ですね、まあ、あのー、やっぱあんまりこう、気密性がいいですからね。まあ、そういう形でですね、まあ、惜しまれつつ終わってしまったお線香なんですよね。 これでパッケージが私いいと思うんですよ。こういうの T シャツ作ったら絶対売れると思うんですけどね。はい。あの、まあ、えー、一応ですね、ご注文いただいて、近身のお客様からご注文いただいて30個。で、問屋さんに問い合わせたら70、100個ありました、と。で、じゃあ、あの、30ください、ということでですね、30いただきました。多分もう今年で売り切れかな。 その、100個であの、残りの70ですね。ですから、よかったら、これ見られた、もしも方いらっしゃって、平和の光、欲しい方いらっしゃったら、一箱330円。あの、早めにお申し込みください。よろしくお願い申し上げます。はい。もう、夏やっぱですね、これじゃないといけない、ちょっと、ネズミファーもいらっしゃるんですよね。もう気持ちはわかります。やっぱほら、もう、香り、嗅覚っていうのは、脳溝と繋がってますからね。思い出、 つながってますよね。はいはい。えー、幻の絶版専攻。平和の光30個ご注文。あの、到底は決してですね、定価で売ります。あの、今、バイクとか車とかいうのはですね、あの、プレミア価格かなんか言ってか、かえって、高くついてるんですけどね、値段がですねけど。そういうことは絶対しませんので。はいはい。えー、平和の光30個ご注文。南区近見の S 様ご注文でございます。ネットを見ましたと。 えまだありますかというお問い合わせだったですね。100個残がありましたので、えー、で、戸屋さんもおっしゃいました。多分これが最後でしょう、とのことでございます。えー、昭和の名品です。これは名品ですよ。また平和の光。名前がいいですね。終戦直後にできた。だから皆さんやっぱ平和のありがたみというかですね、大切さをこれに込められたと思いますよ。この名前ですね。いいと思います。これ桜の花かな。桜ですかね、これは。うん 梅から桜かな、まあ、そういうところの話ですね懐かしいもうほんともう懐かしいもうデザインでございます思う思い出しますねはい、えー、パッケージ大好きでございますまあ、非常に惜しまれつつですねもうメーカーさん柳川福岡の柳川のメーカーさんですから全国の商品ではないんですけどですね我々 熊本とか九州の全域の人方々はですね、もうとても懐かしい。我々の昭和親父は大喜びの平和の光でございます。はい、ここまで、この動画を見ていただいてありがとうございます。皆様の開運ごあってんお祈り申し上げます。